今回ですね、ココナラの方でですね、また質問いただいたので、そうですね、特別にちょっと YouTube で、撮影したいと思います。まあ、特別ですね、もう。で、動画で取り上げていただきありがとうございましたと。で、今回の動画もかなり長編でしたが、まあそうですね、55分くらい撮りましたね。で、いい話でとても参考になりました。いや、ありがとうございます。そうですね、なんか、一言やっぱり、参考になったとか、なんかお礼言われると、やっぱりすごいやってよかったなって僕も思うので、見ていただいてありがとうございますって形ですね。で、資産を積み上げていくマインドでチャレンジしておこうと思います。そうなんですよ。要は資産っていうのは、無形資産でも、有形資産でも、毎日経験値が1積み上がってるかどうかで未来決まっていくと思うんですよ。例えば、アウトプットだったら、物販だったら出品数ですよね。だってアウトプットしないとお金入んないので。あとはブログだったら記事数とかですよね。YouTube だったら動画数。で、無形っていうのは、例えば、これも経験値になるんですよ。例えば誰かの YouTube を聞く、本を読むとか、誰かに会うとか、誰かと話すとか、こういったものもですね、資産を積み上げる行動に変わるんですね。なので、日々資産を積み上げていく行動、レベルじゃない、経験値1のことをやってれば、その年間400ぐらい経験値貯まるので、どん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 人生好転していきますよねっていうことが、結構人生を変えるためのもう大事な部分ですね。まあ、結構このマインドが結構大事ですよ。そう。なんか、1でも何かやろうでいいので、1日、1でもいいので、アウトプットでもインプットでも。なんか1やっていきましょうよっていうことですね。で、1点質問ですが、毎日10品出品していくと、半年で約2000品出品できると思いますが、180日だから、そうですね。毎日仕入れ出品を行うのは正直ハードルがかなり高いかなと感じました。で、1品から2品でとりあえずトライして積み重ねていこうと思いますが、出品については効率化の余地はありますかね？それとも気合でやるといった感じですかね？お忙しいところを恐縮ですが、よろしくお願いしますってことですね。で、もちろん最初は少数でいいと思いますが、まあ出品の効率化はですね、特別、まあ YouTube を撮りましょうということなんですけれども、まず、毎日仕入れ出品で1日10品っていうのは、傍から見るとめちゃくちゃハードル高いって思うじゃないですか。ですが、僕が教えてる方とかってめちゃくちゃハードル低いと思ってます、多分。とんでもなくハードル低いと思ってます、1日10品。仕入れ出品とか。ブログの記事を書くハードルの、はっきり言って5分の1、10分の1ぐらいの、ハードルかなって感じです。そもそも、この僕が、気合でやるっていう感じはゼロなんですよ。僕ってもう効率化しか考えてないので、例えば10品の出品商品って言っても、じゃあ仮に、考え方で言うと、例えばゲーム機とか、任天堂スイッチのとか、プレステ5の中古品を1日10品出品するってめちゃくちゃ大変じゃないですか。ここが動作不良がどうだとか、ここが傷ついてるから写真撮らなきゃとか。みたいな、型番は物によって年代が違うから変わるぞみたいな、超大変だと思うんですけど、じゃあ仮に簡単に言うと、なんかハローキティのちっちゃい人形を1日10品出すってめっちゃ簡単じゃないですか。例えば裏面見て、製造年数が1998年だな、これ、じゃあ1998年みたいな。こっち2000年だみたいな、じゃあ2000年だみたいな。そう、そんな感じなんですよ、考え方としては。すごい簡単に言うと そんな感じ なので、正直ハードルが高いっていうのは、普通そう思いますね。そう。でも、ここのハードルは、はっきり言ってめちゃくちゃ低いですね。だから、そういったことを、もうコンサルとかでは伝えてるって感じにはしてるんですけど、って感じですね。逆にハードルが低すぎて、そうですね。こんな簡単なのって多分思っちゃうぐらいのことしか僕ははっきり言ってやってないですよ。で、まずはですね、そう、1品から2品で全然いいと思います。実際、1品から2品とかでも OK ですね。
で、ここですね、ここをちょっと喋ろうかなと思ったのが、出品について効率化の余地はありますかね、それとも気合でやるといった感じですかねということで、まず考えてほしいのが、気合っていうのはやる気なんですよ。じゃあ人間はやる気がないとき、やらないじゃないですか。この気合とかやる気っていう言葉はビジネスでおいて排除した方がいいんですよ。今日はやる気がないからできないだとできない日できちゃうじゃないですか。それって経験値ゼロの日生んじゃいますよね。ではなくて1日ノルマかタスクで考えるんですよ。そう。1日最低でも10件なんか出品するとか、休みの日は例えば20件やるとか。そう。僕はなんか気合っていう言葉をあんまり使わないんですよ。なんか一日自分がそのタスクノルマを達成するために、達成するためのロードマップを作りましょうみたいな。もしなんか仕事をしててなんか気が散っちゃうんだったら、まず部屋の掃除からしようとか。もしなんか家の中がバタバタしてたら、パソコン持ってカフェに行こうとか。もしパソコンが遅かったら新しいパソコンを買おうとか、ネットが遅かったらもう、ね、新しいネットを使いましょうよということなんですよ。そう、まず気合ではないんですよ、ビジネスっていうのは。そう、すべて物事はやる気スイッチなんて存在しないんですよ、世の中に。あれ作った人が悪いです、やる気スイッチとか。じゃないんですよ。自分がどう達成するために、どう自分なりにロードマップを描いて、目標に達成するかでしかないんですよ。っていうことはもう全部自分なんですよね。できるかどうかっていうのは。で、出品についての効率化の余地。この辺をちょっとですね、話していこうかなと思うんですけど、まず、出品っていうのは、いろんなジャンルがありますよね。例えば人形だったら人形、カードだったらカード、例えばカメラだったらカメラとか、あとは何だろうな。まあ、ゲームだったらゲームとか、アニメグッズだったらアニメグッズとか。そう。例えば、5品仕入れしました。1つはカメラ、1つは、スーパーファミコン、3つ目は、漫画のアニメの DVD、4つ目は、なんかのフィギュア、5つ目は、ポケモンカードみたいな、と仕入れしました。これめちゃくちゃ大変じゃないですか、出品するの。だってカテゴリーも変えなきゃいけないですし、アイテムスペシックみたいなのも変えなきゃいけないし、送料とかも変えなきゃいけないですよね。タイトルも結構変えなきゃいけないですよね。そう。要は仕入れ段階から出品する時のことのイメージを湧かせるんですよ。例えば同じジャンルの商品を50個、まあ10個でもいいやん、10個でも20個でも仕入れれば、セムシムラーっていう下書き出品っていうのができるんですよ。例えば、じゃあ、ポケモンカードいいや、このポケモンカードを出品しますと。その時に、ポケモンカード、遊戯王カード、例えばドラゴンボールのカード、デジモンカードとかいろいろあると思うんですけど、一個一個出品したら、タイトル変えなきゃですよね、そもそも。ドラゴンボールのカード、ポケモンカードみたいな。でも、商品が同じようなジャンルだったら、複製出品で、どん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 出品できますよね。例えば、キャラクターの名前を変えるところとか、アイテムスペックだったら、ある程度、ブランドっていうのは、例えば、ガンダムだったら、バンダイとか、ドラゴンボールだったら、バンダイとか、ハローキティだったら、サンリオとか、任天堂、マリオだったら任天堂みたいな感じで、要は、出品する、有在庫は特にそうなんですけど、そうですね、有在庫は特にそうなんですけど、無在庫の場合って、無在庫の場合って、要は出品する商品がバラバラじゃないですか。無在庫だから、ほとんど。なので、統一性がないから、出品が結構大変なんですよ。カテゴリーも違うし、アイテムスペックとか概要欄も違いますよね。でも、有在庫に関しては、ある程度ジャンルを絞れるんですよ。例えば、これ、ぬいぐるみ系を今回やろう。今月はぬいぐるみ系をやろうとか、今月はカード系をやろうとか、今月はゲーム系をやろうとか。そうすると何が起こるかっていうと、じゃあ、スーパーファミコンのゲームを、
例えば30個仕入れましたと。その時にタイトルには必ず任天堂、スーパーファミコン、ジャパンアニメゲームとか、ジャパニーズとか、これデフォルトで入れられますよね。じゃああと何やればいいかって言ったら、カセットのタイトルを入れれば完成じゃないですか。これが出品の効率化なんですよ。要はやる前から描くんですよ。簡単に出品できるか。で、次に、アイテムスペックのとこ行けば、デフォルトで入るところを考えるんです。あ、ブランドこれ任天堂だな、みたいな。あ、これレトロゲームだな、とか。あ、これヴィンテージだな、とか。そういった形でチェック入れられますよね。これも複製出品でできますよね。全部。で、あとは概要欄も。例えばゲームだったら、これは起動確認済みとか、確認してないとか、起動確認してないとか。そう、中古だったら中古。で、まあ、外観とかだったら、なんかベリーグッドとかエクセレントとか。そう。っていう形で、買う前に描いてください。まず、ジャンルっていうのは。そうすると出品めちゃくちゃ楽になります。セムシムラー使うだけです。複製出品するだけなので。そう。なんかね、物販はマジでそうなんですけど、仕入れするときに思い描くことが超大事です。本当に。で、それをどう？で、自分が出品したやつが増えていくんですよ。例えばゲーム、スーパーファミコンのジャンル、セガサターンのゲーム。で、なんかのカード、なんかの、なんかフィギュア。例えばなんかの一番くじ、みたいな。なんかの漫画とか。どん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 増えていくんですよ、ジャンルが。自分が使ってるジャンルが最終的に。そうすると、仕入れた時に、あ、このジャンルから複製しよう。あ、仕入れた時にこの複製からジャンル、し、あの、複製しようってなるんですよ。結局、eBay って複製出品使えるから、やればやるほど楽になっていくんですよ。例えばじゃあ、今、なんか、そうだな、スーパーファミコンのゲームを仕入れして売りましたと。あ、出品しましたと。で、たまたま2ヶ月後になんか、スーパーファミコンのゲームがめちゃくちゃ安く入る商品を見つけましたと。それまたその時に買った時に、あ、昔そういえばスーパーファミコンの商品出品してるから、あ、そこから複製出品しようみたいな。これこういうことなんですよ。そう。思い描いてください、出品する前に。どうやったら、効率よくなるかなみたいな。どうやったら、やる気とか、要は、やる気スイッチとか、気合とかじゃなくて、どうやったら自分が達成できるんだなとか。この思い描くことがめちゃくちゃ大事です。だから僕なんて全部独学で eBay やったので失敗しまくったんですよ。本当に。あ、この商品出品するの超めんどくさいなみたいな。あとはなんか等身大のぬいぐるみ買った時あったんですよ、昔。玄関がね、その1個で埋まっちゃったんですよ。等身大のぬいぐるみ買って。めちゃくちゃでかいじゃんみたいな感じとか。俺は何をやってるんだって思いましたね。家に届いた時に。等身大の人形を買って。もうね、悲しかったですよ。もう、靴の置き場がなくなって、玄関にずっと置いてて。東京に住んでた時。悲しかったっすね、あれ。なんか1メートルぐらいあるんですよ、箱が。邪魔で邪魔でしょうがないみたいな。だから仕入れするときにね、思い描くことめっちゃ大事です。僕はもう失敗しまくったので、改善できてるって感じです。でも、仕入れっていうのは失敗は絶対するんですよ、誰でも。あ、これ仕入れなきゃよかったな、みたいな絶対あるので、これ出品めんどくさかったな、みたいな。すべては経験だと思ってやっていただければ、まあ、いいのかなって感じですね。そうですね。まあ、あとは、まだ、文章から見ても多分始めたばっかりなので、そうなった時に、毎日リサーチをしてください。まあ、これ経験値1ですよね、インプット。で、毎日リサーチすればするほど、いい商品見つかるんですよ。日本対海外だから。そうすると、今度仕入れがめちゃくちゃ楽になるじゃないですか。仕入れがめちゃくちゃ楽になった時に毎日10品の出品って、これハードルめっちゃ低くなるんで。っていうことは、最初今思い描いてるのはハードルが高いっていうのは、そもそものまだ経験がないからだけなんですよ。そう。だからね、バドミントンの
1ヶ月プレイヤーとバドミントンの10年間プレイヤーの人がぶばい、あの、戦ったらバドミントン10年間の人が勝つじゃないですか。結局これと一緒ですよ。ね、囲碁をね、おじいちゃんってやってた人と、囲碁のプロの人やっても、囲碁のプロの人は勝つじゃないですか。そう、結局は、すべては、なんかもう、経験しかないんですよ。経験値でしかないんですよ、すべて。人生ってって思うんですよ。だから僕も、まあ、人生論じゃないですけど、人生っていうのは、経験値を積むものだって思ってるんですよ。だから、ご飯とかも、絶対チェーン店行かないんですよ。そう、行ったことないお店とかを、あ、ここ気になるから行ってみようとか、もう常にそうやってるんですよ。あ、ここの道歩ったことないから歩いてみようとか。チェーン店は絶対行かないんですよ、本当に。もう行きたくないんですよね。人生の経験値たまんないと思ってて。だからそれは別にビジネスもそうだし、生きていく時もそうです。だから YouTube とかでも同じ人ってよく聞くじゃないですか、毎日のように。でも今日はなんか新しい人探しに行こうとか、なんか新しい本読んでみようかなとか。っていう感じで、経験値積みますね。マジで積んでる行動ばっかりしてますね。で、まあ人生、結局お金じゃないじゃないですか。死んじゃったらお金なんかゼロになっちゃうので。そう、だから経験の方が大事かなっていうのもやっぱありますし。やっぱ死ぬ時にこう悔いがなく死ねるのって、いろんなことを経験して満足したからだと思うんですよ。悔いがないからだと思うんですよね。だから、経験値を得るために、小さなことでいいんですよ。あ、ここの道歩いたことないなとか。そう。あ、この飲み物を飲んだことないから飲んでみようとかでもいいし。なんかここのラーメン屋さん気になったから食べに行ってみようとかでもいいですし。そう。何の話ですかね、これ。そう。っていうのは、結構僕が、生きていく上で考えていることですね。そう。だから全ては経験値なんですよ。人間、今の自分を形成しているのは昔の自分が集まって今の自分ができてるわけじゃないですか。じゃあ今から経験値をたくさん毎日得る行動をすれば、未来の自分はもっと楽になってるわけじゃないですか。まあそういうことですね。人生を変えるっていうのは。そう。人生論になっちゃいましたけどね、まさに。っていう感じですね。そう。なので、まあ、今は経験ですよ。とにかく経験。とにかく経験値。とにかく楽しみながら。とにかく、継続して、頑張っていくっていうか、まあ、そうですね。楽しみながらでいいんじゃないですか。宝探し感覚で。いいと思いますよ。面白いので、そもそも宝探し感覚になるので、そう。それがいいかもしれないですね。じゃあ、そんな感じで今回ですね、ありがとうございました。まあ、ちょっとでもですね、参考になれば僕も嬉しいので、また何か機会があればですね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、失礼いたします。